ゆちじょう九1928年2月10日は、幕末の薩摩藩士。明治から昭和期の開拓士、内務官僚、政治家、農業経営者。根室県令、元老院議官、貴族院直選議員。通称、自衛門、自在門。偽名、工藤十郎。通称、芋方眼。薩摩藩士として生まれ、かつ改修の私塾で学んだ後、 アメリカに密留学し、ウィリアム・クラークの下で、農政学を学んだ。帰国後、根室県令として、北海道にジャガイモを普及し、イモ法と呼ばれた。妹は、野木マレスケの妻、静子。薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、新屋敷町で、薩摩藩市で、奥石の雪貞行とその妻邸の長男として生まれる。2年2月から慶応2年1月まで、 かつ改修の私塾にて学んだ。当時、薩摩藩は、撮影戦争を機に、藩士を密かに欧米へ留学させようとしていたことから、ミレカゲノリ、江夏義造、吉原重俊種ヶ島圭介、紀藤一介と共に、薩摩藩、第二次米国留学生に選出される。慶応2年3月28日、グラバーの援助で、長崎から、ポルトガル船に乗りイギリス経由で、 アメリカへ密航した。この時、藩主から工藤十郎という変名を授かり、留学中に使用している。判明による密留学という性質から十分な経済援助のないまま、ユチちらはモンソンアカデミーで学んだ。またユチは一時モンソンアカデミーを退学し、神秘主義者、トマスレイク・ハリスの教団コロニーにて、二例、エナツラと半年ほど共同生活を送った。 その後、モンソンアカデミーに復学し、1868年、先に留学していた新島城を訪ね、キリスト教について熱心に話し合い、この後、改修教会にて洗礼を受けている。経済的困窮から留学を継続できなくなったため、一時帰国した。1869年12月28日に、帰国のためサンフランシスコに到着。 1870年1月1日に日本へ出港予定との手紙が種ヶ島からの書簡として吉田清成関係文書にある。帰国した際、うちは恩師である勝海舟と面会し、陽光のこと必死の話をして、費用の区面について助けを求め、薩摩藩による密留学から明治新政府の官比留学生となった。その後、 再度アメリカへ留学、農政学研究に専念する。明治3年9月マサチューセッツ農家大学に入学し、ウィリアム・スミス・クラークの指導を受けて、農政学を学ぶ。明治4年12月に帰国した。明治5年1月7日、黒田清隆に取り立てられ、開拓誌発動出資となり、ホーレスケプロンなどの外国人顧問の通訳を担当した。 同年8月25日大佐官に就任。1875年2月4日、亀田郡70村キングとなり70海闘上の経営を担当。1877年1月23日、開拓権少書機関に就任。1878年7月13日、70、官業試験上長に発令され、アメリカでの学びを実践し、 多くの伝習生を育成した。以後、県農業仮博覧会監督、県函館市長民事家官僚係、開拓少書機関、県第二回函館農業仮博覧会監督などを、歴任。1882年2月8日、開拓誌が廃止され、同日設置された根室県の県令に就任。農水産業の振興と改良に努め、特にジャガイモの栽培を奨励し、 北海道にジャガイモを普及させ、芋ガンと呼ばれた。1886年1月26日、根室県が廃止され、北海道庁の設置に伴い道庁理事間に発令され、同年2月16日、土木課長に就任。1887年から1889年まで、ドイツ、アメリカに出張し植民区画制度の調査、研究を行う。この 帰国後、1889年3月12日、同庁、第二部長に就任し、五部区画制度を立案実施して、拓職を推進した。1890年3月4日、第二部長を退任。1890年6月12日、元老院議官に就任。同年10月20日、元老院の廃止に伴い非職となる。 1891年12月22日、貴族院直選議員に任じられ、沢会に所属して、東京で死去するまで在任した。ありがとうございます。